では一つ目です。じゃあお願いします。どうぞ。
なんぞ。おい、何だ、そうな。ティッシュだけ。あ、なんか苦手なのだったけど。やりづらいですね。なんか多分左手がね、働かないと多分、ちょっとやりにくそうで、ね。リズムが取りにくい。あと対策は教えるわ。うん、はい、ピール。次、サービスポールも混ぜてきて。まあ、いいとこもあるし、まあ、って言うけど。じゃあ次、3つ目。サービスポールかな。逃げ方が絶対どっちに逃げるっていうのが分かりやすいもんね。だから
サウサウスポーの時すごい、うん、多分後半そうそうそう圧かけたというか逃げる方向が分かるもんね、うん、あとはその追われて詰めた時にあんまり入りすぎると自分も笑うもんね、まあ身長差あるけどだから取ってリスクなくしてずっと追い込んでいくみたいな、あれは試合だったらもっと削っていくみたいな、そんな感じかな。